10月16日日曜日の天気をお伝えします。天気図で見ていきましょう。朝9時の予想天気図です。高気圧が離れ、ゆっくりと天気は下り坂です。九州から雨の範囲が広がりそうです。詳しく見ていきましょう。朝8時から見ていきます。午前中はよく晴れる場所が多いものの、だんだんと天気は崩れていきそうです。九州は次第に曇りやすくなり、九州東シナ海側から雨の範囲が広がっていく見通しです。ざっと強まったり雷を伴ったりする恐れがありますので、お気をつけください。また別の要因で、関東も夜の遅い時間帯は南部のエリアではにわか雨が心配です。空の変化にお気をつけください。翌日は雨の降るエリアが多くなりますので、午前中の日差しは有効にお使いください。続いて気温の予想です。14時の気温を見ていくと、西日本は比較的気温が高く、25度前後といったエリアが広がりそうです。朝晩との体感差が大きくなります。体調管理万全にしてお過ごしください。詳しい内容はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。